ホラー・フォラビは、イギリスのプロボクサー。ナイジェリア系。イングランド・ロンドン出身。元 WBO 世界クルーザー級暫定王者。K2 プロモーション所属。2002年2月14日、カリフォルニア州アーバインのアーバイン・マリオットホテルで、デビュー戦を行い、1から0の判定で引き分けた。2005年11月3日、サンディエゴのフォースビーで、 元 WBA 世界クルーザー級王者オーリン・ノリスと対戦し、7回2分31秒 TKO 勝ちを収めた。2008年4月12日、ナボ北米クルーザー級王座決定戦で無敗だったエリック・フィールズと対戦し、10回 TKO 勝ちで王座を獲得した。2009年3月14日、マンチェスターのマンチェスターイブニングニュースアリーナで、 元 WBO 世界クルーザー級王者、エンゾ・マカリネリと WBO 世界クルーザー級暫定王座決定戦を行い、アホラビレッセイのまま9回を迎えたが、アホラビの右フックでマカリネリからダウンを奪い9回1分50秒、TKO 勝ちを収め王座を獲得した。2009年12月5日、ルートビヒスブルクのアレーナ・ルートビヒスブルクで、正規王者のマルコフックと、 王座統一戦を行い、12回0から3の判定負けを喫し王座統一に失敗した。2012年3月3日、デュッセルドルフのエスプリアレーナで、バレリー・ブラドフと WBO、世界クリューザー級暫定王座決定戦を行い、3回にダウンを奪い、5回に2度目のダウンを奪い、ブラドフが5回終了時に棄権したため、暫定王座帰り先に成功した。 2012年5月5日、エアフルトのメッシセイアフルトで、正規王者のマルコフックと、王座統一戦を行い、12回0から1の判定で引き分けたため、王座統一に失敗したが初防衛に成功した。2013年2月26日、マイアミで、正規王者、マルコフックとの WBO 世界クルーザー級、王座統一戦の工業権の入札が行われ、 ドンキングが150万ドルで落札したが、キング氏が全金を準備できなかったため権利を喪失し次に提示額を出したザウアーランドイベントが落札。37万5000ドルを提示したアホラビを要する K2 プロモーションは工業権を獲得できなかった。2013年6月8日、ベルリンのマックス・シメリングハレで正規王者のマルコフックと王座統一制を行い、 12回0から2の判定負けを喫し王座統一失敗、アホラビが1年3ヶ月保持してきた暫定王座は再び正規王座に吸収される形で消滅した。2013年11月2日、フールーシアターで、ウカシュヤニクとイボ世界クルーザー級王座決定戦を行い、12回2から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2014年12月6日、オルデンブルクの EWE アレーナで、ユルゲン・ブリーマー対パベウグワジェフスキの前座で、IBF 世界クルーザー級、王者ヨアン・パブロ・エルナンデスと対戦する予定だったが、エルナンデスが試合、約1週間前のスパーリング中に右肘を負傷した,た、試し合は延期となった。2015年1月5日、ジ日のように、 エルナンデスの負傷が理由で試合が延期となったため、IBF が IBF 世界クルーザー級3位のアホラビと IBF 世界クルーザー級4位のビクトルラミレスの間で IBF 世界クルーザー級暫定王座決定戦を行うよう指令を出した。2015年4月10日、ブエノスアイレス州ベナビデスのビララナータスポーティングクラブで IBF 世界クルーザー級4位のビクトルラミレスと IBF 世界クルーザー級暫定王座決定戦を行い、12回0から3の判定負けを喫し、WBO に続く王座獲得に失敗した。2015年11月4日、タタールスタン共和国火山のタトネフトアリーナで、イボ世界クルーザー級王者ラキムチャ・キエフと対戦し、圧倒的不利の下馬評だったが5回1分44秒小勝ちを収め再起に成功。 大座入崎に成功した。2016年2月27日、晴れのゲリー・ウェバー・スタディオンで、元 WBO 世界クルーザー級王者マルコ・フックと対戦し、アホラビが10回終了時に棄権したため初防衛に失敗、王座から陥落した。2016年3月15日、アホラビは36歳の誕生日を機に引退することを表明した。ありがとうございます。